こんにちは、チャボです。今回は無料で便利なソフトをご紹介します。名前はアンチェッキーと言います。これは例えば英語のサイトですと気がつかないまま OK とクリックして実際インストールが完了した時にいらない余計な怪しいソフトまでインストールしてしまい困ってしまったということがあるかと思います。そういった時にこちらのソフトは不要なソフトではありませんかと知らせてくれる便利なソフトです。まずこのアンチェッキーのダウンロードページを開いてみてください。そうするとこのようなページが現れますので真ん中のこのオレンジ色のダウンロードこの部分をクリックしてください。そうすると、同じですね。左側でダウンロードが始まって、今、ダウンロード完了しましたので、ファイルの方をクリックしてセットアップしていきたいと思います。では、ファイルを開いていきたいと思います。はい、そうするとセットアップの画面が現れます。言語の方が日本語になっていることを確認してインストールをしてください。次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますかと出ますので、はいを選んでください。少々お待ちください。はい、終了と出ましたので終了をします。これでインストールが完了いたしました。一応、この下の、右下の小窓の中に、このオレンジ色の中に葉っぱのようなマークが入ったマーク。これがアンチェッキーになります。こちらの方に常駐して使うようにしてください。こちらに表示がある状態ですといつでも起動していて使える状態になっていますので、こちらでアンチェッキーが起動しているかどうかの確認をお願いします。それでは実際にどのような動きをするのかを確認してみたいと思います。そうしましたら、こちらの方をダウンロードしてみたいと思います。少々お待ちください。はい。そしたら開いて、はいを選び、少々お待ちください。NEXT。 はいはい。わかりました。で、NEXT。 で、NEXT。 で、NEXT。 で、ACCEPT を選んで、あ、出ました。これが、アンチェッキーの、何と言いますか、警告ですね。不要と思われるプログラムをインストールしようとしています。本当に続行してもよろしいですかと出てくれます。これは、はいを押してしまうと、必要でない、自分のパソコンにとって必要ではないものが一緒に入ってきてしまう可能性がありますよと
いうことになります。ですから今回は続行はいたしません。このようにアンチェックキーを導入すれば、何かプログラムをインストールするときにうっかり OKOK とクリックしそうなとき、注意書きが出てきて確認ができて、しかも日本語で表示されますので非常に便利だと思います。特に英語のサイトなどでは便利だと思います。こちらのアンチェックキー活用してみてください。本日は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。